回のゲストはイマルちゃんです。ご存知だと思うんですけど、父明石家さんま、母大竹しのぶです。わかりますか？わかります、わかります。なんか家族で出てましたよね。あ、そうなんです。父とは共演 NG なんですけど。あ、え、そうなんや。そうなんですよ。母とは一緒に CM 出たりとか、ね、昆布の。あ、ありがとうございます。ね、なんか CM 見ていただいて。なんで NG なんですか？すごいですね。いや、なんかちょっとね、はい、いろんな力使ってるとか思われたくないなっていうのもちょっとあるんですけど。はい。はい。父がお笑い芸人で、はい、うん、よくあの皆さんに、ね、ビッグスリーって呼んでいただいてまして、はいはい、ビートたけしさん、うんうん、タモリさん、タモリさん、はい、その中だったら、はい、ちなみにどなたがお好きですか？ビートたけしさんと誰ですか？タモリさんと、さんと父、さんまさんが好きです。もう忖度ありがとうございます。なんか言わせちゃったみたいな。すごいと思います。新幹線とかで会いたいです。なんか TikTok で赤ちゃんにビニール袋をあやしてるやつがめちゃめちゃ父のバズってて、じゃあ後で見てみます。いや、本当ですか？ほんまに。なんか言わせた。あ、関西弁で、関西出身ですか？大阪です。あ、じゃあもうゴリゴリお笑いの聖地ですね。本当に好きな芸人さんいらっしゃらないですか？芸人さんですか、はい、あ、でも私ほんまにさんまさん好きで、はい、踊るさんま御殿とか出てみたい。あ、じゃあ言っときますね。なんかあの面白い英語の先生いるって。面白くないけど、あの美人の。あ、ありがとうございます。ただ多分父食いつくと思うんで。あ、どういう感じで出せたらいいですか？やっぱ面白いことが大事なんで。そうですよね。それが父は何でも食らいつくんで。とにかく何かこう食いつかれるものを出しとけばバッてくるんで。あ、じゃあネタを仕込んどかんと。ネタを仕込んどいていただければ、 あとは何でもどうにか、はい、してくれますんで。なるほど、はい、私ちなみにチャンス大城さんってわかりますか？わからへん。わかんないですか？分からへん。チャンス大城さんっていう芸人さんが私は好きなんですけど、はい、まあ、最近あの父の番組とかにも出てて、ちょっとあのカラフルな服着た意味わかんない方なんですけど。でも気が合いそうですね、関西でお笑いを好きっていうのが。なんかチャンス大城さんとですか？そう、あ、私と。ああ、本当ですね。はい。で、なんか父が、うん、プライベートでも、うん、テレビでもずっと喋っててあんまりテンション変わらないんですよ。すごい。なんで、まあ、だからかか分かんないんですけど、はい、お笑い怪獣って言われてて。あ、うん、ニュアンス的にはまあお笑い芸人でさらになんかもっとやばいやつみたいな感じかもしれないんですけど、それを英語で言うっていうか、なんか表現するとどうなるのかなと思って。 The Monster of Comedian でいいと思います。モンスターのいいと思う。恐竜怪獣、お笑いで、お笑い芸人の怪獣ってこと？そうです、そうです、そうです。結構シンプルですね。ごめんなさい。多分ね、そう、なんかちょっと長いの期待してるかなと思ったんですけど、結構シンプルに。モンスターオブコメディアン。あ、コメディアン。じゃ、紹介するときは、うん、父は、うん、お笑い怪獣ですって言いたかったら、My father is the monster of comedian。モンスターって言うんですよ、ね、泣いちゃう。 My father is the monster。 でもザにしちゃいましょう。 My father is the monster of comedian。 コメディアン。あ、じゃあ母はついでに女優。母も何女優っていうんですかね、まあ、すごいですよね、トップの。なんかお化けみたいな女優なんですけど。じゃあ同じく、じゃあモンスターで。こっちもモンスター。もう両親モンスターで。ザ・モンスター・オブ・アクトレス。アクトレス。うん。じゃあそう言うとしたら、あ、そうですよね。いや、モンスター。やばいですね。まとめると、両親モンスターでいいですか？いいと思います。私じゃあモンスターの娘ってことになるんですかね。そうですね、怪獣の娘ってことで、妖怪の。妖怪とか。モン、ん？ I'm the monster's monster's daughter。 怖くない？
最後に、はい、ちょっと上司の自己紹介で英語で、はい、お願いします。My father is a monster of comedian。 アンドでいいですか、母は。あ、いいですよ、アンドで。あ、 And my mother is a monster of actress。 ありがとうございます。あ、自分は I'm a monster。 やばい、ただの怪獣になっちゃう。ただの。モンスターズ。モンスターズ。でも結局モンスターですよ。そう。結局ね。結局モンスター。あの、今日私が怪獣？怪物っていうことがちょっとバレてしまったんですけど。ありがとうございます。こちらこそ。モンスターでした。